内田良平内田良平二2月11日昭和12年7月26日は日本の国家主義者右翼運動家アジア主義者国流会主官、大日本政三党総裁中国同盟会公立左端が内田良平級旧福岡藩士であり武芸の達人として知られた内田良五郎の三男として現在の福岡県福岡市に生まれる陽明良介の公 明治三十四年に両兵と改名した。幼児より、弓道、剣道、柔術、相撲、射撃を父に学んだ。なお、父、両五郎の神道無双流上術の門下には、昭和の県政の一人である、中山博道がいる。配合は、高医師。明治二十五年十八歳の時、東山光の原用者の三血と言われた叔父の平岡、高太郎に従い上京して、 行動館に入門し柔道を学ぶ。翌明治二十六年東洋語学校に入学し、ロシア語を学び、明治三十年シベリア横断旅行を試みる。平岡光太郎の影響を受けて、日本の朝鮮、中国への勢力拡大に強い関心を持った。明治三十一年、宮崎東天を通じて孫文と知り合い、進行を結ぶ。明治三十三年中国、広州に赴き、孫文。 理交省提携を斡旋する一方、革命機友軍を組織して、孫文の革命運動を援助した。明治34年国流会を結成し、ロシア事情を紹介。さらに、明治36年には、大露同士会を結成し、日露海戦を強く主張した。明治38年、宮崎、末永節らとともに、孫文、高校の提携による、中国革命同盟会の成立に関係する。 また、フィリピン独立運動指導者のエミリオ・アギナルド、インド独立運動指導者のラスビハリ・ボースの活動も支援した。明治39年に韓国党官不職宅となり、初代朝鮮党官の伊藤博文に随行して、都韓した。明治40年には、一新会会長の利用級と日韓の合法運動を明約し、その顧問となった。この時双方で、 日韓合法構想が確認された。当時韓国は朝鮮半島への侵略行為を繰り返すロシアの南下に危機感を持ち、明治四十二年十二月、内田などが利用級とともに、一審会会長李ヒロシ級及び百万会員の名で、韓日合法権議賞、韓国皇帝順守、ソネアラスケ韓国当官、首相李寛与に提出した。李ヒロは、この声明書の中で、 日本は日清戦争で莫大な費用と多数の人命を費やし、韓国を独立させてくれた。また日露戦争では、日本の損害は、交互の20倍を出しながらも、韓国がロシアの口に飲み込まれる肉になるのを助け、東洋全体の平和を維持した。韓国はこれに感謝もせず、あちこちの国にすがり、外交権が奪われ、保護条約に至ったのは、我々が招いたのである。 第3次日韓協約、ハーグ密誌事件も我々が招いたのである。今後どのような危険が訪れるかもわからないが、これも我々が招いたことである。我が国の皇帝陛下と日本天皇陛下に懇願し、朝鮮人も日本人と同じ一等国民の待遇を享受して政府と社会を発展させようではないかと、韓日合法の目的をアジアの平和維持と韓国の発展としている。 後に内田と李広市の合法論は、合法反対派から日本政府の日韓併合をカムフラージュしたとされ、李広市は売国奴と呼ばれた。内田は日韓併合後の政府の対韓政策には批判的で、後に同光会を結成して韓国内政の独立を主張している。明治44年の中華民国成立後は満貌独立を唱え、 川島なにわらと河北地域での工作活動を政府に進言する。さらに対正7年のシベリア出兵には積極的に賛成するなど右派色を強めていくが、一方で対正10年のロシア基金の際には救済運動も行っている。その後は対正11年のワシントン会議における海軍軍縮案への反対、対正12年のアメリカ政府による排日民法への反対、 といった国民運動の中心的存在となり、その社会的影響力を徐々に拡大していく。対象デモクラシーには、否定的で、吉野作造と立ち会い演説会を行ったほか、大正14年の加藤公明首相、暗殺未遂事件では容疑者として投獄された。また、この頃から大本教への接近を強め、同教が関係してくれない万事屋座会日本総会の会長となる。 昭和6年に大日本生産党を結成し、その総裁となる、昭和7年の決命団事件、昭和8年の新兵隊事件などの黒幕と呼ばれ、関東軍主事の立場から、日万毛連邦建設、日市共存、公募翼産運動などを構想した、昭和9年大本協系昭和新政会副党官、昭和12年7月26日死去、ありがとうございます。